はい、どうもテルです。こんにちは。今回は第2回大阪出張レッスンの様子をお見せしたいと思います。一組目は中学生のお兄ちゃんと小学生の弟くんと一緒に練習しました。前回のレッスンでバク転をやったので、今回はバク宙と。で、最初は振り返りですね。はい、でお家でね、自主練をやっていて、だいぶ上手くなっていまして、はい、こんな感じで一人でできちゃったりね。こんな感じで、本人もびっくりしてる様子でした。で、いよいよバク宙の練習をということで、最初はマットに向かってこうダイブをするというような練習をしました。まあ、やっぱりバク転と違うので、なかなかこう最初は苦戦している感じではあったんですけど、まあ、ここで繰り返し繰り返し練習を重ねることで、バク宙でこう飛んで足を引きつけて空中で丸まって回転するっていう感覚を身につけていきましたと。はい、次は補助バク宙をするためにお寺が抱えているので、そこに向かって後ろに飛んでジャンプをしてもらうという感じの練習をしました。で、これも回数を多く練習しました。ちょっとね、マットとは違うんでちょっと怖さはあったと思うんですけど、頑張ってやってもらって、はい、こんな感じで後ろにね、転がる感じで練習しました。そして手術から初めてバク宙もしてみたりしました。なんとかできました。もう喜びを爆発させてる感じですね。はい、初めて補助付きでのバク宙に挑戦しました。やっぱまだ股感覚が慣れていない感じでもあるんですけど、まあ、繰り返し練習をしました。まあ、だいぶね、こんな感じで慣れてきた感じではあります。はい、でお兄ちゃんもバク宙とだいぶビビっておりますでもね、一生懸命頑張って取り組んでいました。弟くんのはこんな感じでちょっと後ろに行ってる感じがあったんですね。で、なるべくこう上に引き上げて回転するっていうのがバク宙においては大事になります。やっぱこうね、失敗を見せることですごいね、自分が今どんな感じでやってるのかっていうのが分かるのでいいですよね。はい、ちょっとね、補助をがっつり掴む形から、はい、手で押すだけのちょっと補助を弱めています。それでもね、ちゃんと回れるというね、素晴らしいお兄ちゃんも大喜びです。そしていよいよ、はい、自分でやるという。さあ、お兄ちゃんいけるか。補助はいるものの、おお、もう完全に一人でやりましたね。素晴らしい。そんな感じのレッスンでした。2組目は体操を習っている中学2年生の女の子と小学校6年生の女の子ですね。はい、諸事情により1人は映しておりません。はい、こんな感じで最初は前宙の練習をしていって、着地止めとかで屈伸前宙とか伸身前宙っていうのを練習していきました。はい、で伸身前宙はこうマットを積んでやったりとかね、はい、体をなるべくこう反らせてできるようにっていうのを意識して練習していきました。一通りやったらひねりの練習もしました。最初はこう前宙をして着地の瞬間にひねるみたいな感じでやってたんですけど、もう本当にスルスルとできてしまったのでびっくりしました。そして一通りやったら次は1回ひねりですね。はい、これも手術後初だったんでちょっと緊張しましたね。はい、ちょっとこう地面を見ながらひねるっていうのを意識して練習をして、はい、ちゃんとね、立っていくこんな感じでやりました。で、こうエアマットもちゃんと跳ねるので、こうだいぶそれも活かせて、もうちょっとで立てるかなっていう感じでしたね。体を使ったゲームとかもやって、これは罰ゲームでテラが壁倒立させられてますね。はい、こんな感じで楽しくレッスンできました。3組目は春から大学生になった女の子です。はい、大学生になっていろんなことに取り組みたいというところでバク転の練習をしました。で、非常に体が柔らかかったので、なんかこれバク転すぐいけそうだなと思って、はい、一緒にやってました。はい、バク転の本当に基礎の基礎のブリッジから、後ろブリッジで起き上がるとか、後ろにジャンプするみたいな感じで練習しました。で、かなり飲み込みが早くて、最初はなかなかうまくできなかったりもしたんですけど、そこからもう本当にこう言ったことをね、的確に理解して、ですぐに体でこう表現する、体現するっていうことができたので、本当にこう一個一個の基礎練習が、すぐに上達していったようなイメージです。はい、こんな感じで背中合わせバク転もやって、で、最初はもうこうジャンプして、もうテラが担ぎ上げて後ろにバク転をするっていうような練習もしました。で、これで後ろに回転するっていうのを慣れてもらって、で、いよいよこうバク転を補助ありでやると。はい、これ1回目だったんですけど、最初こう潰れて
る感じはあるものの、もうやっていくうちにもう慣れてきて、ちゃんとこう綺麗なバク転の形ができるようになってきました。で、補助もがっつりついているところから、まあ、手のひらだけでとか指3本でやったりとかっていうのをどん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 抑えめにやっていきました。で、最終的にははい、こんな感じですね。もう触っていないというね。はい、でそれでみっちり3時間練習をやってバク転をものにしたというような感じです。というわけで大阪出張レッスンの様子でした。3、4ヶ月のスパンで大阪出張レッスンやっているので、インスタグラムでね、投稿していくよっていうのは言ってるので、ぜひフォローをお願いします。東京でもレッスンはやっているので、気になる人はコメントしたりとか、インスタグラムの DM とか、あと LINE の公式アカウントからぜひご連絡ください。それでは今日はこんなところで、バイバイ。